聴取いたします斉藤国土交通大臣<上>ただいま議題となりました自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます自動車事故件数及び死者数は減少傾向にあるものの引き続き 毎年、新たな自動車事故被害者等となる方が発生するとともに、高位障害者は横ばい傾向にある中、リハビリテーションの機会の充実等による被害者支援のさらなる充実や、先進的な安全技術の普及等による事故防止の一層の推進が必要不可欠であります。一方で、被害者支援および事故防止に係る事業は、 自動車事故対策勘定におかれる有限の積立金を財源としており、その財源が枯渇した場合、事業の継続が困難となる恐れがあります。このため、被害者支援及び事故防止にかかる事業について持続的に実施できる仕組みへの転換を図ることにより、被害者やそのご家族などが安心して生活できる社会、自動車事故のない社会、 の実現に向けた取り組みを進めることが必要でありますこのような趣旨から、このたび、この法律案を提案することとした次第です。次に、この法律案の概要につきまして、ご説明申し上げます。第一に、これまで当分の間の措置として位置づけられてきた被害者支援及び事故防止に係る事業について、被害者保護、増進等事業として、恒久的な事業に見直した上で、 自動車事故対策事業として、被害者支援の観点から目的を同じくする自動車損害賠償保償事業、すなわち、無保険者による事故やひき逃げ事故等の被害に遭われた方の損害の店舗にかかる事業と一体的かつ安定的に実施することとしております。第2に、保険会社等は自動車損害賠償 保障事業および被害者保護・増進等事業からなる自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、自動車事故対策事業付課金を政府に納付しなければならないこととしております。第3に、これまで当分の間設置する勘定として、被害者支援および事故防止にかかる事業を経理してきた自動車事故対策勘定について、 その事業の高級化に伴い、高級的な感情に見直した上で保証感情と統合し一体的に経理することとしております。その他所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案を提案する理由であります。この法律案が速やかに成立いたしますよう、ご審議をよろしくお願い申し上げます。 以上で、趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。自動車損害賠償保障法および特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、来る7日午前10時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします本日はこれにて散会いたします。